はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです、それでは港のトレイジア、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、アイユーブの北の神殿に行きまして、そこにいた魔の使い手たちをね、倒しまして、でその後、セルビ村と、リュードの国にね、ちょっとお礼参りに行きまして、でその後、アイユーブの国にね、戻ったんですけれども、結局戦争を引き起こそうとしていたのはね、魔法使いたちだったというのが分かりまして、で、フロイドを含めたね、その魔法使いたちを、倒すための旅を、続けることになりまして、でそのまま、第3章のね、冒険者の宿編に突入しまして、で、最初のこの冒険者の町でね、セーブをしたところで、前回は、終了したんですけれども、今回は、この町の情報収集からね、始めていこうと思います。各町から各町へ行くには鍵が必要だ。鍵は各町の長が持っているよ。なるほど。じゃあいろいろ話を聞いていきましょう。ここはお店ですね。特に買うものはないですね。ここはここもなんかお店っぽいですね。武器屋。特に買うものはありませんね。隣もお店かな。ここは何屋でしょうか。あ、魔法省。魔法省も、特に買うものはないですね。この人は、ここは地下の帝国サンドラ。13個の町から成り立つ巨大都市だ。なるほど。13個も町があるみたいですね。こんにちは。魔法使いの町や剣士の町は一度は覗いてみるもんだ。あと盗賊の町も楽しいぞ。なるほど。いろんな名前の町があるみたいですね。この人は、これだけでかい国だと盗賊も多くなるもんよ。自分の持ち物をよくチェックしときな。はい。今のところね、いろいろ、無駄なアイテムとかもね、いっぱい持ってるんですけれど、ペンダントとかね、一番最初にありますが、これもおいおいわかるでしょう。お、人がいっぱいいますね。ここは長屋だ。この国に来て、そのまま住み着いちまったやつたちが住むところさ。なるほど。さすが、世界最大の大国だ。町の広いこと広いこと。特に意味はない場所かな。あと行けそうな場所。この人は、この国は下に行けば、下に行けば行くほど高級な町があるんだ。地下深くに住むほど偉いんだよ。なるほど。いろんな町がいっぱいあって、偉い人は下の方に住んでいるという感じかな。ここはなんかバーかな。剣士の町には行ったかい？俺のようなやつがいっぱいいるぜ。この人、甲冑着てますからね。お酒を飲んでいる女って魅力的だと思わない？いいですね。この国に来たからにはせめて一杯くらいは飲んでいかなくちゃ。飲みたいのは山々ですけどね。魔法使いの町には行きました。あそこには魔法学院がありますよ。あ、そうですか。魔法学院。この国は王と貴族連中の勢力がぶつかり合っている。いつからかは誰にもわからん。なるほど。この人話一緒ですね。
私はね、こうして一人になるといろいろと考えるんですよ。星や海や旅することをね。いいですね。詩人の人かな。あと行けそうな場所。お、ここにも人がいますね。ここはすべての冒険の始まりの場所。誰しもが一度はこの街を通る。で、階段があるんですけれど、鍵がかかっている。この鍵を、各町の長が持っているって感じですね。この町の下には商人たちが住む町がある。実にいろいろなものが売っている町だ。なるほど。では長に会いに行きますか。この家かな。派手な家ですね。じいちゃん、すでに誰かから聞いたかもしれんが、この国は13個の町からできている。それぞれの町が自治権を持っているのだ。各町から各町へと行くには、その町々の長から鍵をもらわなければならない。お前たち、下の町に行くための鍵は持っておらんだろう。この鍵を渡そう。これで下の町と行き来できるぞ。鍵を使って下の町へ行くといい。はい。何の鍵をもらったんだろう。銀の鍵かな。旅の鍵か。これをもらったのかな。いろんなね、鍵の名前がこれから出てくるんですけれど、どの鍵を使って下に行くのかっていうのはね、全く分かんないですね。で、これで鍵を開けた後、ここより商人の町。じゃあ、ロイ、おや、あれ、ない、ないぞ。どうした？お前、真っ青の顔してるぞ。ないんだ。トレイジアのペンダントがなくなったんだ。もしかして盗まれたんじゃない？この街じゃ日常茶飯事だから。ということで、ペンダントがなくなってますね。なくなっちゃったもんはしょうがないので、いろいろね、話を聞いていきましょう。この国が13個の町から成り立っているのはもう聞いたと思うが、今じゃあ13以上だという人もいる。あ、そうですか。ここにも人がいますね。盗賊の町の長は盗品の管理をしているって話だよ。何か盗まれたのかい？はい。大事なペンダントが盗まれました。この町の長なら町の上の方を探してみな。でかい家があればそれだ。ありがとうございます。その前に、いろいろ家も行ってみましょう。王様は常日頃から貴族の人たちを取り締まる機会を伺っているらしいわ。あ、そうですか。確かに貴族の町の人たちは何を考えているのかわからなくて怖い部分もあるのも事実よ。貴族と王様が揉めているなんていう話もね、さっきありましたが、宿屋は別に入らなくてもいいか。誰もおりませんね。あ、人がいる。これから剣士の町に行こうと思っているんだ。長旅だったからな。少し休んでいくよ。こっちの人は、実はな、この剣士のやつから少しばかり金をいただいているんだ。絶対に言うなよ。この人なんか盗みやってるみたいですよ。こんな相部屋は嫌ですね。そしたらまた話を聞いていきますか。この二人は喋りましたよね。
れ、ここは入ったか。本当にね、まあいろいろ建物がいっぱいあるんで忘れちゃいますね。魔法省も特に買うものはありません。ここはブグ屋。買うものはないですね。まあ、買い物はしばらくやらないかな。まあ、一応ラインナップだけ見ていきますか。まあ、一瞬ですけどね。ここの人は、持ち物が盗まれた。じゃあ、盗賊の町に行ってみな。どうせあいつらのやったことだろう。でしょうね。この人は、貴族たちは自分たちだけの町をさらに仮想に作っていると聞いたが本当だろうか。まあ、こういう話は大体本当ですね。ここがオサの家。あ、違うわ。バーっぽいですね。うるせえな。食ってる時に話しかけるだ。あ、すいません。怒られちゃいましたね。さあさあ楽しんでください。ここは辛いことを忘れ楽しむところですよ。まあ、少しは羽を伸ばしたいですけどね。遅いわね。何してんのかしら。私を女だと思ってバカにしてんのかしら。ずいぶん強気な人ですね。こういう女性は嫌いではありません。盗賊の町には行ったかい。一度は行ってみるべきだね。まあ、行きたいのは山々ですが、安っぽい魔法なんかよりもこっちの方が何倍もいいな。夢、それは絶望と欲望が歌い、恋、それは信頼と裏切りが戦い、あった時の出来事。あなたも。ちょっと何言ってるか分かんないですね。あんた、あの子の歌に何か感じないか。俺には学歴なんかないが、いいものをいいということくらいはできるぜ。こういう考えは大事ですね。ゼック何があったんでしょう。ここに取り出しました1枚のハンカチ、これを燃やしますと、はい、謎の物体オーパーツ。まあ、若干滑ってますね。あ、そうだ、こっからはいけないんですよね。椅子に引っかかって動けなくなっちゃうので下から行きましょう。この人は喋りましたね。そしたらここがオサの家かな。オサいます。いた。わしは幼い頃から苦労を重ね、この帝国の一つの町を治めるまでになった。その辛さお前たちにはわからんだろう。しかしお前たちにこの鍵をやろう。恩を売るということも立派な商売になるんじゃよ。なるほど。鍵を使って下の町に行くがいい。何の鍵もらったんでしょうかね。全然わかんないんですけどね。商人の鍵かな。じゃあ下の町に行きましょう。もうあとは行く場所はないかな。あ、ここ行ってないかな。貴族たちはってこれは喋りましたね。あ、そうだ。これでさっきの冒険者の町にまあ戻れるんですが、商人の町、この階段からかな。ここより盗賊の町、着きましたね。まあ、いろいろ話聞いていきますか。
と思ったら誰もいませんね。で、宝箱がね、いっぱい並んでるんですけれど、うん、どうやっても開かない。開かない。喋れないぞ。いらっしゃい。ゆっくりと休んでいってくださいよ。お前知ってた？町の壁沿いの宝箱、1個だけ中身のある箱があるって。あ、そうですか。王は貴族たちを何とかして締め出そうとしている。貴族たちの力が怖いんだよ。なるほど。まあ、いろいろ裏がありそうですね。で、中身の入った宝箱は、この辺かな？あったあった。銀の鏡を見つけた。よし。こっからはまだ行けないんですよね。ここは、ようこそ迷宮の洞窟へ。この洞窟に入り見事抜け出せたら巨額な賞金があなたの元に。では隣の通路を先にどうぞ。洞窟の奥のアイテムが証拠品です。それがないと無効になりますよ。これどうしましょうかね。まあ、ちょっとやりますか。ここは確か敵は出ないんですよね。お、人がいる。もう3回も出ているのに、未だに抜け出ることができない。なるほど。で、エンカウントをするかと思ったら、別にしないんですよね。お、魔法使い。こればっかりはね、いくら力があっても、この洞窟だけはどうにもならないわ。なるほど。まあ、ちょっと頭を使わないとダメな感じかな。そしたら、まあ、一応エンカウントの演出は入るんですけど、なぜか敵は出ませんね。まあ、どんどん下に行きましょう。で、宝箱があるんですけれど、しまった、ミミックだ。で、めちゃめちゃね、体力を減らされちゃうんですよね。まあでも死ぬことはないので、まあこのまま行きましょう。あ、そっか。階段を下ったと思ったら、偽のエンカウントでしたね。結構ね、まあ複雑な洞窟ではあるんですけれど、まあ敵が出ない分マシかな。ここもなんかグネグネした道ですね。こっちかな。偽エンカウントですね。あれ、行き止まり。まあ宝箱ありますが、まあ、開けてもね、本当に体力減らされるだけなんでね。まあ1以上はね、本当に下がらないので、まあここでね、やられることはないんですけれど。お、階段。あ、ここが最終地点かな。で、この辺に確かすり抜けられる、あったあった、壁がありまして、黄金の十字架を見つけた。これが本物の宝箱ですね。そしたら、あとは歩いて帰るしかないのかな。
あれ、これか。まあ、今までね、結構洞窟あったんですけれど、結構ね、あの目的地のすぐそばに、あの出口のね、まあ、階段みたいなやつがあったんですけれども、多分ここはないと思うんですよね。まあ、とりあえず洞窟出ましょう。こっちかな？あ、違う。ここ行き止まりの通路か。こっちですよね。で、エンカウントはしないと。まあでも、ここの洞窟で本当に敵と戦ってたらね、危ないですからね。問答無用で体力を減らされちゃいますからね。あ、そういえばベリーヌがヒットポイント1ですね。あれ、ここ行き止まりか。まあ、回復の魔法とかも持ってますけどね、まあ、別に使う必要がないのでこのままやっちゃいましょう。あれ、迷ってますね。あれ？これ下り階段。こんなところ通りましたっけ？あ、でも上りの階段が一瞬見えましたね。下り階段。あ、でもこれで帰ってこれたかな。まあ、最後にちょっとミミックに食われますか。全員ヒットポイント1ですね。で、上り階段があります。これで帰ってこれたかな。で、さっき手に入れた、あれ、バネジーが持ってるのかな。この黄金の十字架ですね。まあ、これ売っちゃってもいいんですけど、今14,800円。これを渡すといくらくれるんだろう。お、すごいですね。あの洞窟を抜け出るなんて半年ぶりのことですよ。それでは賞金です。どうぞお受けください。次回の開催は来月になります。ぜひ参加してくださいね。これでいくらもらったんだろう。あ、6,000円。結構いい金になりますね。まあ、この賞はね、あんまり戦闘がないというか、まあ、外に行くことがね、あんまりないので、なかなかね、お金も貯めずにくらい貯めづらいんですけど、これは助かりますね。ここは盗賊ショップ。どんな扉や宝箱も開ける鍵や、暗闇に隠れる闇のマントなど、盗賊用のお店です。あんたら盗賊じゃないね。うちの店は盗賊仲間にしか売ってやれないんだよ。あ、そうですか。盗品を売ってるお店。ここになんかペンダントとかありそうですけどね。で、まあ宝箱いっぱいありますけど、まあ、さっきね、もらいましたからね。あ、ここが、オサの家かな。王の町に行くには、この町の階段を使わなくてはならない。だが、たとえ行っても入れてくれまい。これが盗賊の鍵だ。なくすなよ。あさりもらいましたね。どうした？王は入れてくれたか？ペンダントを返してほしい？もしかしてこれのことか？しかし
この国では盗まれた方が悪いという風習があってな。ただで返すわけにはいかんな。どうだろう、お前たちの話を聞かせてくれまいか。なぜこんなものを大切とするのだ。あ、回想。このグラフィックは初めて見る感じかな。旅に出るんだみたいなことを話してるんでしょうかね。こっからは確か毎度おなじみの別れのシーンですね。これでペンダント渡されて、でトレイジアが涙を見せると。まあこういうことがありましたよみたいなことを喋ってんのかな。そうか、悪いことを聞いてしまったな。お前は心優しい男なんだな。約束通り返そう、すまなかったな。ところでどうだろう、お前たち私の使いにならないか。お前たちのようなものなら私も安心できる。何、簡単なことだ。魔法使いの町にある魔法学院に入学してきてほしいんじゃ。最近魔法使いたちの動きが不穏でな、町の調和を保つ長として心配なのだ。頼まれてくれないか。まあ、しょうがないですね。ちなみにペンダントは返してもらえたのかな。他の人が持ってますね。じゃあしょうがないので、ガーネットを誰かに渡しましょう。ガーネットをバネジにでも渡しますか。あ、違う違う。でペンダントを多分バネジーは持ってると思いますので返してもらいましょう。で忘れずに装備しましょう。まあというわけで、まあなんか盗賊の人からね、魔法学院に入学してこいみたいなことを頼まれてしまいましたけれども、まだ行ってない場所あるかな。この町の長はどの町の長よりも賢い。一つの町のことよりもサンドラの国全体のことを考えていらっしゃる。なるほど。まあでも盗賊は盗賊ですからね。ここは何でしょうか。あ、お店の局、アイテム屋。まあいろいろ売ってますね。ちょっとね、持ち物がいっぱいなんで、実況外でね、ちょっと売買とかして整理をしちゃおうかなと思います。あと行けてない場所、まあこっから、まあ、下に行くんですが、まあとりあえず盗賊の町はだいたい回れましたね。ちなみに宿屋は、あ、人がいますね。ここほど変わってる町はないよな。町の壁に宝箱なんてよ。でも聞いた話じゃ一個だけ本物だとか。うん、さっき鏡をもらいましたね。誰かいます？いないっぽいですね。そしたら今回はこの盗賊の町でね、セーブをして終了したいと思います。まあ、セーブは後でやりましょう。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。